ただ、うん、ゼップやります、うんうん、でただやります、うん、で果たして俺らはそれでいいのかっていう、よくないね、うん、そういうのはなんか普通すぎるよね、うんうん、つまんない、そういうの、うん、なんかこうみんなも何かあるとは思ってると思う、まあ期待値がでかいよね、初ゼップだからね、しかも10周年だし、ね、そうだよ、うんうん10周年にかたくなにこだわってきたんだからね、そうだよ、うん、なんかあるアイディア的に、うん、例えばだけどさ、やっぱ88じゃん俺ら、うん、数字にちなむとか、88、ああ、そうだね、88分で終わると、お1時間でジャンプそれそれで新しいな、あ、ありだね怒られるわいやでもなんか1,2,3,4,5,6,7 88なるほどな、うん、いややっぱここはさ、うん、お客様のことを考えてあげたらさ、やっぱ普通になんかチケット代取るんじゃなくて、うん、ちょっと一発さ、おお88円なんかで、おお88円、なんかやったことないよ、やったことないよ、でも88円でやるってすごくいいかもな、うん、ありでしょ、ありだね、まあね、そんな気前のいいバンドもいないよでしょ、まあウケるね、まあ世の中的にさ、うんうん、ウケるな、うん、ウケるウケるねでしょ、うん、ウケるわ、いいでしょ、ウケるよな、いいな、ウケる、ウケる、やっちゃったよ、ふるさけん、88の、東京をゼップダイバーシティ、88円チケット、公表されました、どうなんですかね、88円ってまあまあまあ、 本人たちには頑張っていただければと思いますけども、ちょっとこっちの88円か、まあ、88円の仕事をさせていただきます、頑張ってください、お願いします、え、マジで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 、マジたち、うん、太っ腹、88円ということで、売れれば売れるほどバカという、僕からすれば何言ってんのかよく分かんないなぐらいの感じなんで、まあ今年でブルゼッケン見納めかなって思ってます、だけどまあ頑張ってください、マジでマジで、うん、ちょっともう一回冷静になる、うん、本当にいいの88円で、はい、ブルゼッケン88円発表されましたね、ちょっとスタッフからするとですね、全くもってよくわからないです、そもそも88円にしたコンセプトって何なんですかね、ちょっと僕にはよくわからないんですけど、あれですよね、ギャラも88円とちょっと聞いたんですけど、ちょっときついっすね、まあ本人たちは盛り上がってるみたいなんですけれども、まあちょっと言い過ぎかもしれないですけど、いい迷惑というか、まあちょっと頑張ってもらいたいとかもらいたいんですけどね、いやー難しいでしょうね、まあ頑張ってください、いやいやいや、88いいよ、思ったろ、思ったろ、思ったろ、そうね、そうだ、感謝だろ、感謝、いいよ、そんなバンドいいかもしんねえ、そんなバンド、そうだ、そんなバンドいねえんだから、いないね、うん、私、うん、88ブルゼッケン88ゼップダイバーシティ公演をやるということで、ね、チケットを売れば売るほど赤字が出るという、やる前から赤字が確定しているというすごい、ライブなんですけど、まあ今まで数々いろんな無理難題やってきましたけど、ついにメンバー血迷ったかと、こう心配しているわけですね、多分スタッフのキャラも当日お弁当も出るから本当心配な状況です、あ、まあ10周年なんで最後まで、みんなで頑張っていきたいかなと思ってます。